はい、今日はキュリオス限定のダイハツウェイク開けていきます。はい、じゃあしっかり見ていきます。このトミカはシルクドソレイユキュリオスの限定販売のトミカだね。ダイハツウェイクです。ベースカラーはエメラルドグリーンぐらいの色かな。で、正面を見るとヘッドライトはクリアパーツです。で、ルーフの部分はホワイトがベースになってるのね。キュリオスのロゴが入ってます。で、横から見るとこれも全部プリントされてるデザインだね。で、後ろの方はテールレンズはレッドの塗装になってます。で、リアのこのガラスの部分も全部プリントされてるね。で、ダイハツのエンブレムがあって、ナンバープレートは K1111 ってなんだろうね。で、反対側はこんな感じです。左右デザインがちょっと違うんだね。で、サスペンションはついてます。で、運転席は右ハンドルになってます。で、リアのゲートがテールゲートがあるね、はい、で、裏の方はナンバー58番、2015年のシャーシーになってるね。で、箱の方を見ると正面のパッケージはキュリオス特別なデザインになってて、横もキュリオスのデザインがされてるね。で、後ろの方はこんな感じです。はい、今日はキュリオス限定のダイハツウェイク見てみました。で、このトミカは会場での限定発売だけど、当然見に行けなかったのでメルカリで買ってます。で、会場ではこれは定価が1000円になったのかな。全体的にシールじゃなくてプリントされてるから結構満足度高いね。はい、じゃあ今日もおしまいです。バイバーイ。